皆さんこんにちは、 B レジェンド管理栄養士の堀です。本日はじゃん、初恋のいちご風味のプロテインカップケーキ、早速レビューしていきたいと思います。こちらプロテインカップケーキなんですけども、激うまチョコ風味っていうフレーバーでご好評いただいておりまして、新たに新フレーバーとして今回3種類リリースすることになりました。今回はその中の一つの初恋のいちご風味をレビューしていきたいと思います。こちらの商品なんですけども、最近ですね、プロテインを使ってカップケーキを作るっていうのが密かにブームになっております。プロテインを美味しくスイーツという形で食べていただきたいなという思いで開発した商品になります。この初恋のいちご風味なんですけども、ビレジェンドを日頃からご愛用いただいている方には、大変聞きなじみのある風味名だと思うんですが、その名の通りですね、 WPC プロテインとしても大変人気になっている初恋のいちご風味のプロテインをそのまま生かしてカップケーキとしてお楽しみいただけるように開発しました。ビレジェンドプロテインってフレーバー数がかなり多いんですけど、その中でこのね、初恋のいちご風味に至った経緯としましては、プロテインの数あるフレーバーを使ってカップケーキ試作したんですけど、その中で社内のスタッフに試食してもらって、でその中で投票して人気だった上位3フレーバーを今回商品化する運びになりました。スタッフお墨付きの美味しさとなっておりますので、ぜひご期待いただけたらなと思っております。早速ですね、レビューをしていきたいと思います。完成しましたので早速レビューしていきたいと思います。でこんな感じですね。完成したところはいちごのピンク色になっていて、しっかりとレンチンしただけでですね、ふっくら仕上がっております。では早速ですね、いただきます。本当に美味しいんですよ。動画でお伝えできるかわからないんですけど、ご自分でプロテインスイーツを作ったことのある方はわかると思うんですが、タンパク質って熱を加えると固まってしまう性質があるので、こう焼き菓子とかにすると結構パサついてしまいがちなんですけれども、そのパサつきっていうところが私は嫌だったので、パサつかないっていうのを徹底的にこだわった仕上がりになっています。なのでこのね、フォークを入れたらもうわかると思うんですけど、もうしっとりとしたカップケーキに仕上がっているので、密度のあるずっしりとした食べ応えはあるんですけど、口の水分がなくなるようなパサパサ感っていうのは全く感じないので、もう本当にこれプロテイン入ってんの?というような美味しさで食べることができるかなと思います。初恋のいちご風味の、プロテインのフレーバーを完全に再現しているんですけども、初恋のいちご風味もよくあるそのいちご味というよりは、いちごのフルーツの甘酸っぱさみたいのを再現しているフレーバーになるんですが、いちごのスイーツ店のいちごの果汁の入ってるいちごケーキのような新鮮ないちごの風味っていうんですかね、っていうのを私は感じられました。私はこの上に冷凍の果物とかちょっとクリームとか、あとチョコレートとかかけたら、カロリーはちょっと増えちゃうんですけど、より美味しく食べられるんじゃないかななんて思ってるので、帰ったら試してみようと思います。では早速初恋のいちご風味のカップケーキの栄養成分紹介していきます。こちら1袋で粉の量が 40g になっております。1食あたりのエネルギーが 160.8kcal、 タンパク質が 17.1g、 脂質が 2.7g、炭水化物が 16.9g、 食塩相当量が 0.7g となっております。これだけ本格的なスイーツとして食べられるのに脂質が 2.7g っていうところが私は魅力かなと思うんですけども、それだけではなくてタンパク質も 17g 以上摂ることができるので、日頃の栄養の補助としてもご活用いただけますし、食事コントロール中の甘いもの欲を満たすっていうところでもご活用いただけるので、ぜひぜひお試しいただきたいなと思います。で私はね、このパッケージがとっても可愛いデザインになってるので、女友達とかにプレゼントしたいなっていう使い方も考えてます。本日は初恋のいちご風味のカップケーキをご紹介させていただきました。この動画が参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。